今回はステーブルディフュージョンで画像の一部分だけを変更する方法をご紹介します。気に入った画像があるけど、服の色だけ変更したい。この動画を見てもらえればこんなことが実現できるようになるのでぜひ最後までご覧ください。では早速ですが、ステーブルディフュージョンで画像の一部分だけを変更する方法をご紹介します。まずは Google コラボを使ってステーブルディフュージョンにアクセスします。 Google コラボを使って Stable Diffusion にアクセスする方法は以前の動画で解説しているのでまだ見ていない方はまずそちらの動画をご覧ください。Stable Diffusion にアクセスしたらまずはプロンプトを入力します。プロンプトとはこんな画像を作成してくださいという指示になります。概要欄にどんなプロンプトを入力すれば良いのかは載せてあるのでそちらをコピペしてみてください。これでプロンプトを指定することができました。 次に下のネガティブプロンプトを入力します。ネガティブプロンプトにはこんなことはやめてくださいという指示を入力します。例えば低品質な画像やニキビ、シワなど様々なものが指定できます。こちらも概要欄の内容をまずはそのままコピペしてみてください。プロンプトとネガティブプロンプトの入力が完了したらあとはオレンジ色のジェネレートボタンをクリックします。ジェネレートボタンを押すと画像が作成されます。 画像はボタンを押すたびに新しい画像が生成されます。このまま何枚か画像を生成してみましょう。このように何枚でも画像を簡単に作成できるのはすごいですね。どの画像も素敵な写真なので時間を忘れてしまいそうです。いくつか画像を作成している中から今回の修正するための写真を選びます。お好みの画像が生成されたら自分のパソコンにダウンロードしましょう。 画像を右クリックすればメニューが表示されます。そのメニューの中から名前をつけて画像を保存を選択します。そして保存先のフォルダーを選んでファイルを保存します。これで画像を自分のパソコンに保存することができます。次にイメージーイメージのタブをクリックしましょう。イメージ2イメージのタブをクリックしたら続けてインペイントと書かれたタブをクリックします。そして こちらに先ほどダウンロードした写真をドラッグドロップします。そうすると写真がアップロードされます。これで修正する写真のアップロードが完了しました。次にプロンプトを入力します。プロンプトは先ほど使用したものと同じテキストをコピペします。ネガティブプロンプトも先ほど使用したものと同じテキストをコピーします。そしてプロンプトを修正します。今回は水着の色を青から 赤に変更してみます。そのため、プロンプトでブルーと指定しているテキストをレッドに変更します。これで、プロンプトの修正が完了しました。次に変更を加えたい部分を黒塗りしていきます。今回の場合は、変更したい場所は水着です。そのため、水着を黒く塗りつぶします。これで、黒塗りの作業が完了しました。次に、修正の影響度を指定します。具体的には、 デノイジングストレングスと呼ばれる項目を変更します。この値が大きければ大きいほど画像の変化が大きくなり小さいほど変化が少なくなります。今回は変化を大きくしたいので最大値の位置を指定します。これで設定が完了しました。ジェネレートボタンを押して結果を確認してみましょう。そうすると水着の色が赤色になった写真に変更されます。 このようにステーブルディフュージョンのインペイントを利用することで画像の一部分だけに変更を加えることができます。ぜひ今回の内容を参考にしていただいて自分の希望通りの画像を作成できるようになってもらえれば幸いです。今回の動画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルでは AI に関する情報や Web のお役立ち情報を発信しています。また現在、 プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは概要欄に貼ってありますのでそちらをご確認ください。それではまた別の動画で。